どうもすいません。毎日王冠の結果分析です。1着シュネルマイスター、2着ダノンキングリー、3着ポタジェでした。トーラスジェミニ、丸山元気騎手が逃げまして、丸山元気騎手は逃げのペースメイクうまいんで、縦長の平均ペースに持ち込んだかなというふうに思います。で、1000メートルが58秒台ということで、まあ、極端に速いわけではなくて、スロー寄りの平均ペースぐらいだったかなというふうに思いますので、そう考えるとダノンキングリー、川田騎手がペース遅いなと感じて動いたっていうのもわかるような気がしますね。それで結果として、背面動いたダノンキングリーを直線勝負したシュネルマイスターが差し切ったっていうような競馬で、で、ダノンキングリーの川田騎手は待てずに動いたがために最後は甘くなった。シュネルマイスタールメール騎手は直線勝負にかけたから差し切ったっていうふうに、そういうふうに川田騎手を批判するような意見結構あるんですが、僕はそうは思わないですね。うまく乗ってて、単純に競馬の質の違いっていうだけであって、ダノンキングリーは筋量58キロ背負ってますし、まああまり後ろから直線勝負で同じ感じで競馬しちゃうとどうかっていうところもありましたので、まあそう考えると、まあ川田騎手もうまく乗ってたなっていうふうに思いますし、僕は中段よりも後ろの方がですね、ちょっと馬群が密集したような感じになってて、馬群が結構固まってましたので、あそこ嫌って前のばらけたポジションを取るっていうのは好判断だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。基本的には競馬はばらけたポジションから競馬した方が足が溜まりやすい、気分よく走りやすいっていうところがあるので、そういった意味では馬群の中とか、まあ、馬群の密集したところの外回るよりかは断然良かったと思いますね。それでは右の方から一頭ずついきます。シュネルマイスター。シュネルマイスターは、まあ、パドックの見た目はあんまり良くはないですね。もうちょっとためが効いて中距離でも距離が持ちそうな、そういったような感じだと素足タイプだけに好印象なんですが、まあ、少しスピードタイプにも寄ってるような感じがあって、スピードと瞬発力のバランスはいいっちゃいいんですが、まあ、なんかそこまで大物感を感じるようなすごい足使いそうな雰囲気まではないかなというようなところですね。ただこれに関してはこの血統は日本では少ないので、そう考えると血統の傾向とか馬体、歩き方、フットワークの傾向っていうのがわからないところがあるので、僕の感覚が正解とは限らないので、この辺なんかちょっと難しいところがありますね。で、まあ、とにかく直線勝負にかけたということですね。なるべく腹くくって後ろから直線勝負っていうような形を取れば、それだけ素足のキレも増しますし、ルメール騎手もまああまり4コーナーも外回りすぎないように、いいところからスッと徐々に外に出すっていうような感じで、まあハマるような乗り方はしたかなっていうふうに思いますし、まあその中でもシュネルマイスターも伸びたわけですから、まあやっぱりいいところはある馬だなと思いますし、1006から1008の東京コースっていうのはかなり合うかなっていうような印象なんですけれども、まあただ、やっぱりですね、もうちょっとポジションを取らなきゃいけないような馬場やレースの質とかだと、そうなってくるとポジション取っちゃうとやっぱり切れ味って鈍る傾向にありますので、毎回こうやって腹をくくってっていうような形になると、そうなってしまうとなんかやっぱり一発狙いの騎乗に近いような形になってしまうんですよね。それっていうのは本当に強い馬がやる乗り方かというと、そういうわけでもなくて、シュネルマイスターがもっとすごい足を使うような、すんごい切れる足を使うようなタイプだったら、毎回後ろから直線だけでいいっていうふうには思うんですが、まあ、ただ、そこまで抜けた切れる足があるわけではなくて、今回はルメール騎手の立ち回りと展開がドハマりした部分もあるので、まあ、そういった意味では、シュネルマイスターも高く評価はできるんですけれども、まあ、そこまで高く評価しすぎるのも危険だなっていうような内容ではありますね。サンレーポケット。サンレーポケットはパドックでの気配はすごく良かったですね。格子上がりだったと思います。ただ、縦長のスピード競馬になりましたので、そうなってくるとこのタイプはちょっと不器用なところがあるので、同じ追い込み馬でもシュネルマイスターの方が器用なんですよね。ですから、ああいう風に行きたいところをスッと行って直線サッと伸ばすみたいな競馬がしやすくて、サンレーポケットに関してはやっぱり4コーナー前後もたついちゃったりだとか、そういうところがあって、その中でちゃんと腹をくくっていればよかったんですが、もうスタート直後からポジション取りすぎなんですよね。こういう不器用な馬こそシュネルマイスターとか、まあもっとカデナの田辺騎手みたいな、ああいう腹のくくり方をした方がいいところがあって、ですからその辺の腹のくくり方ができないところが、まだ鮫島勝馬騎手が若いというか、まあ、年取っても腹くれないかもしれないんですけれども、まあそうですね、その辺の差はあったかなっていうふうに思いますね。
それで、まあ、東京コースも直線長いので直線勝負っていうような感じになりがちなんですが、やっぱり新潟の外回りの方がいかにも直線勝負っていうような感じになりやすくて、多分あんまりその新潟の外回りと東京コースの違いを考えて乗ってないのかなっていうような感じで、結果的にちょっとポジションを取ったがためにだんだんとずるずるポジションを下げるような形になりましたし、まあ、中途半端な感じになりましたので、4コーナー前後もちょっともたついて、うちの方から強引に入っていったっていうような感じになりましたので、まあ、やっぱり最初から下げといて、徐々にペースを上げていく。徐々に、基本的に競馬っていうのは徐々にポジションを上げなきゃいけないので、ポジションをだんだん下げるっていうのは良くないので、まあそう考えると、やっぱもっと腹をくくってたらもう少しスムーズな競馬できて、シュネルマイスターについてって、それでシュネルマイスターの外から追い込むっていうような形だったら、かなり際どい競馬になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。ラストドラフト。ラストドラフトは、まあちょっと迫力不足な感じもするんですが、まあまあの仕上がりにはあったかなと思うんですが、まあこの馬は、そうですね、もうちょい時計がかかったり、上がりがかかったりっていうような、そういう中で、有利に競馬進められればっていうようなところもあるのかなっていうような感じで、なんか気分よく道中足がたまらなかったっていうような印象はありますね。ですから開幕週でこのメンバーで、この条件ということになると、まあちょっと、今のラストドラフトとしては厳しい部分もあったかなっていうふうに思いますね。まあ、以前はもっとフレッシュな時があったんで、その時だともう少し対応できたかなっていうような印象はありますね。マイネルファンロン。マイネルファンロンはもう相変わらず好調キープっていうような感じではあったんですけれども、前走の新潟なんかはまあ直線平坦でもありますし、うちの方が荒れてきたら溜めて外から追い込めばある程度大味な競馬してもいい競馬する馬が多いんですけれども、東京コースで馬場もまだいい状態でこのメンバーということを考えると、やっぱり直線坂もありますし、まあ簡単ではないなっていうようなところはありましたし、まあ、やっぱり前もそう簡単には止まってくれないっていうような展開にはなりましたので、まあちょっといまいちっていうような内容にはなったんですが、まあただ、横山武史騎手ももうちょっと腹くくって待てればいいんですよね。シュネルマイスターのルメール騎手みたいに直線向くまで前に壁作ってっていうような形で回ってくれば、もう少し直線腹くくった足、腹くくった形での足は使えた可能性はあったんですけれども、まあどうしても早めに外に出してっていうような感じで中途半端に外を回るような、まともに外回った追い込みみたいな感じになりましたので、そうなってくるともう少し力があるか、それか展開が向いてこないとっていうような感じはありますね。で、まあもともと左回りの直線勝負とか、まあ特に東京コースとかそんなに合うタイプでもないので、まあ基本的には右回りの小回りコースで早め先頭みたいな競馬ができたら理想的かなというふうに思いますし、まあ新潟の外回りの平坦とかだったら全然どっからでも競馬しやすいかもしれないんですけれども、東京コースは簡単ではないなというふうに思いますね。ポタジェ。ポタジェは、まあ、追い切りの気配がいまいちだったように、パドックでも、まあ、そんなには良くはないな、っていうような、7分程度かな、っていうふうには感じたんですが、まあ、やっぱり自力つけてきた馬ですし、まあ、今回良かったのは、後位のばらけるポジションで、ああいうばらけたポジションだと足が溜まりやすいところもありますし、まあ、ある程度ポジション取っても競馬できるぐらいになってますし、1800メートルこの条件も合いますので、まあ、ポタジェの自力が出たというか、まあ、乗りやすい、流れにもなったかなっていうような感じではありますね。ですからこの馬に関しては上がり目はあると思いますね。カデナ。カデナは、まあ、やっぱり気配が落ちたというか、まあ、ちょっとなんか馬が軽すぎる、歩き方が軽すぎるような感じがあって、いい時はもうちょっとためが効いて重みも重厚感みたいなのもあるので、そう考えると今回は厳しかった部分もあったかなっていうふうに思いますし、田辺騎手があれだけ腹くくって乗って外に出してっていうような競馬してましたので、それで伸びないんですから、やっぱり出来の問題かなっていうような感じありますね。で、まあ左回りもこなすんですが、どちらかというと右回りの小回りの1008、2000ぐらいがベストかなっていうようなタイプではありますね。ダノンキングリー。ダノンキングリーは安田記念勝ったんですが、安田記念の時はそこまでよくは見えなかったって言ってたように、まあ、今回は上がり目があるかなっていうふうに思ってたんですけれども、まあ、よくはなってたんですが、思ってたほどぐんと良くなったって感じでもなかったですね。それはダノンキングリーの本当にいい時を知ってるので、そう考えると少し、もう少しキレのある動きとかしてほしいなっていうような感じはあるんですが、まあ、ただ、安田記念よりは確実に良くなってましたし、川田騎手も返し馬の時点で安田記念の時よりも出来がいいと感じてたみたいで、まあ、ちょっと、
スピード寄りではあるかなというような後ろの踏み込みが流れるような感じはあったんですが、まあ、開幕週ということを考えるとこれぐらいの方がポジションを取ったりとか競馬しやすいかなというふうに思いますね。瞬発力タイプに寄っちゃうとどうしてももっと腹くくって直線勝負しなきゃっていうような感じになるとは思うので、少しスピードに乗ってた方が、スピード寄りになってた方が今回のように途中で動いてポジションを上げてって背面粘り込むっていうような競馬はしやすいっていうことですね。それで、まあ、ダノンキングリー追い切りの気配ほどはよくは見えなかったっていうことを考えると、やっぱり追い切り調教が強すぎる可能性もあるんですよね。早い調教とか直線伸ばしすぎたりなんかすると馬っていうのは少しスピード寄りになっちゃいますので、まあ、そういった意味ではもうちょい軽い調教でもいいのかなっていうような感じがしますので、調教の時の方が良かった可能性はあるかなっていうふうに思いますね。まあでも、そうですね。まあこういう感じで来とけば、マイル戦線でも対応しやすいと思いますので、マイル使うんだったら、これぐらいでもいいかなというふうに思いますし、阪神のマイルで今年はマイルチャンピオンシップを行われると思いますので、まあそうですね。ある程度スピード、パワー勝負にも対応できてっていうような作り方はできてますので、いいんですが、ただ、やっぱり本当にレベルが上がっちゃうとですね、直線向くまで我慢して最後200メートル100メートルっていうところで一瞬でかわすみたいな競馬が理想的だとは思うので、まあ今回に関しては馬場とか展開とか考えて、まあ隊列とか考えて、ああいうような早めっていうような競馬したのはいいとは思うんですが、まあ、本番 G1 となるともうちょっと腹くくった乗り方をしないと正攻法で押し切るほどの強さはないかなっていうふうに思いますね。ダイワキャグニーは年齢的な衰えが小さいですし、まあ、少しスピードよりパワーよりにはなってるんですけれども、まあ、でもそうですね、ある程度はためが効きそうな馬体ではありましたね。まあ、ピークの時は分かっているので、それよりかは落ちるんですが、まあ、それでも出来は8分以上はあったかなというふうに思いますね。で、今回良かったのは、トーラス・ジェミニーが逃げてくれて、それで2番手から競馬ができて、この形がダイワキャグニーの理想的な形なんですよね。まあ、レース前にも言ったんですが、逃げてしまうと集中力が続かなかったりだとか、直線の入り口とかで、腰がついていかないようなフットワークになったりとか、そういったようなところがあって、まあ、ちょっと気難しいところが多少あるタイプなので、そう考えると前に馬がいてくれて、さらに丸山元気騎手、トーラスジェミニ、ペースメイクが上手かったので、ついていくだけでいいっていうような形ではありましたね。まあ、ただ、トーラスジェミニ自体があんまり調子良くなかったので、もっと背面かわすべきだったかなというふうに思いますので、直線の入り口でちょっと付き合いすぎなんですよね。トーラスジェミニが進んでいかないのにそこに付き合っちゃったわけですから、後ろの馬たちに割ってこられて、もうダノンキングリーに早めにかわされちゃってるような形なので、まあ、これは先行馬ではやっちゃいけない仕掛け遅れなので、まあ、そこは反省すべきところかなっていうふうに思いますね。ベロックスはまあ極端に悪かった頃と比べるとスラッとしてて、パッと見は悪くない馬体なんですけれども、ただやっぱり歩き方のリズムとか気難しさとかを感じますし、まあ集中力も欠くところがあるかなというようなところですね。で、まあ今回に関しては後方から腹くくって直線勝負、まあ、次につながる競馬はしてるんですが、ただまあこれぐらいで気象面が改善されるかどうかとか、ちゃんと足が溜まって最後までしっかり走るようになるかとなるとちょっと微妙かなというふうに思いますので、ケイデンスコールは、まあ本当に一時期、本当に勢いがあってうなるような出来ではありましたので、その雰囲気はないかなとは思うんですが、まあでもそれなりには仕上がってたかなというふうに思いますね。まあただ、やっぱりこのまま勢いがないと、競馬に行ってびっくりするような走りはしないのかなというふうに思いますので、やっぱり気配がそんなに良くはない分、中段あたりで、まあ、直線も伸びずっていうような競馬にはなりましたよね。ですから、まあ、なんか本当にいかにもいいなっていう時しか買いたくない馬になってきたかなっていうふうに思いますね。カイザーミノルは、まあ、この馬は本当に順調に来てて徐々に力つけてきてますし、まあ、この馬としてはほぼ万全の仕上がりではあったかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、そうですね、メリハリの効いた瞬発力があんまりないところがありますので、まあ、もうちょっと早めにっていうような競馬をすればよかったんですけれども、まあ、横山紀弘騎手、あまり積極的に自分から競馬作っていくタイプではないので、
まあ、3番手のところであそこばらけてるうちに、ダイワキャグニーの外への意識で早めにダイワキャグニーをかわしに行くぐらいの乗り方をしとけばもう少し粘り込めたかなと思うんですが、まあ、一旦うちの方に入りましたので、まあ、それでちょっと踏み遅れみたいな感じですね。後ろのダノンキングリーですね。ダノンキングリーが勢いよく来てましたので、もう仕掛け遅れみたいな、踏み遅れみたいになっちゃってるんですよね。そうなってしまうと、そこを盛り返すだけの瞬発力や脚力があるわけではないので、もうやっぱり前にいる有利さを使い切れなかったなというような感じではありますね。まあ、ただそこそこ走ってましたので、やっぱりいい馬場でこのコースだとそれなりに走るなというような内容ではありましたね。バンドギャルドは、まあ、ちょっとは歩き方が余計なところに力が入っちゃって歩き急ぐような感じがありますよね。まあ、もともとこういうところがあって気象的に激しくて、なんか落ち着いて歩けないようなところがちょくちょくありますので、まあ、そういうような感じで、まあ、やっぱり常に競馬ではあんまり当てにならないところがあるなっていうふうに思いますね。足が溜まるかどうかわからないっていうところがあります。で、まあ、外枠も響いたんですけれども、中段あたりで競馬してて、で、あのままの方が福永騎手乗りやすかったとは思うんですが、ダノンキングリーの川田騎手が途中から前に出たことによって、やっぱり1等分、2等分、もうちょっと福永騎手前から競馬したかったなっていうような感じになったと思いますね。ですから、ダノンキングリーが動いたことによって影響を受けた馬の1頭かなっていうふうに思いますので、まあ、あそこから強ければ直線も伸びるんでしょうけれども、なんか足が溜まりきらなかったりだとか、まあ、なんかリズムよく走れなかったなっていうような印象ではありますね。トーラスジェミニは、まあ、レース前にも言ったんですが、気配が落ちてたということで、まあ、パドックなんか見てても少し気配が落ちてて、まあ、やっぱり万全の出来じゃないとここのメンバーでは厳しいかなというような感じがありますし、逃げて丸山元気騎手うまくペース作ったんですが、直線の入り口、直線の半ば、その辺でのいつもの2枚越しがなかったなというようなところは出来の問題かなというふうに思いますね。以上です。失礼します。